じいちゃんがなぜ僕を置いて一人で行っちゃったかはわからない。でも僕はじいちゃんの助手で冒険のパートナーだ。あれは日本か？東京だ。奴らが探してる。まずいな。なぜ東京に？僕にもわからないよ。何を企んでいる？ C137 リックは不運だが宇宙一の天才だ。そしてテロリスト。厄介だな。迷惑な男だ。ガレージのおもちゃは持っていくなよ。時空を大きく歪めると奴らに居場所を知られてしまう。もちろんポータルガンもだ。奴らってジェノサイダーだ。あらゆる次元のリックが奴らの攻撃を受けた。そして今はあらゆる次元のモーティーを次々に抹殺している。奴らのやり方は愚かだが賢明だ。逃げた囚人を探す手っ取り早い方法は、まずは逃げた囚人以外をみんな消してしまう。そんな。奴らはそうする。奴らは C137 リックを見つけるだろう。そして手を組む。あのテロリストとな。我々にとっては脅威だ。坊主、国はメリケンか？うん。背中のタトゥーすごく活かすね。うん。坊主、コーヒー牛乳飲むか？奴らは過去を消すことでその存在を抹殺する。記憶を操作することで過去を変える。ご用の際はその移動電話で514とプッシュしてください。世界に広がる私どものネットワークから最適な1台をポケベルで呼び出します。時間とは概念的な道具に過ぎん。過去というのは記憶のネットワークで、未来はその記憶が生み出す幻想だ。ただそれだけのこと。記憶だけが存在の証だ。発信機が生体反応を見失いました。わしらの時間とはわしらが共有している記憶のことだ。東京は全滅か？それが一箇所だけ活気を失わない街があります。信じがたいですが、セックスとギャンブルと暴力の街。弱い。あなたの悩みもお金で解消。西日が強すぎるからここは好きに引っ越すつもりだったんだから。じいちゃん、待っていたぞ。我々に協力してもらおう。何？自分から居場所を教えるとはな。あの薬を飲んだのか？残念だったな。じいちゃん、今はただのガキだ。頭の中を探っても中二の妄想しか入っとらんぞ。わしを生かしておいて正解だったな。くそ。じいちゃん、心配いらん。出来損ないのクローンだ。だが少し急がんとな。僕ミスっちゃった。ああ、そいつか。予定通りだ。お前はうまくやった。要塞の奴らはわしを餌にしたつもりだろうが。わしが言ったらこれを飲め。浦島太郎になれるぞ。行くってどこに？こいつらが大量の記憶をいじったおかげで時空が盛大に歪んだ。まあわしが作った装置を使ったんだがな。やっぱりじいちゃんか。寄生型エイリアンがいただろ。シーズン2だ。あいつらの体液を使った。詳しくは聞くなよ。ついでにタイムトラベルの無意味さも分かったがな。素晴らしい発明もバカが使えばこうなる。わしの計算通りじゃ。ん？来たか。じいちゃん。え？奴らはわしの頭脳が欲しいんだ。殺されはせん。もう会えないの？すぐに会えるさ。そしたらまた二人で冒険に出かけよう。本当？わしらの時間はわしらの中にある。誰にも触らせん。覚えとるか？二人で抗がん型エイリアンのたまたまを探したこと。僕がうっかり潰しちゃって、そしたらじいちゃんが
ああ、あれはうまくいったな。その後、したね。二人でな。その薬を飲むのを忘れるな。またわしとお前二人で奴らの裏を書いてやろう。大丈夫、うまくいく。じゃあな、リック・サンチェス。え、じいちゃん、C-137 リックの生存は不可能です。我々の暗殺部隊も全滅した模様。彼らを称え、石碑に名を刻もう。任務完了だ。これがお前らの時間か。クソだな。お父さん、ニック、どこにいるんです？生まれましたよ、男の子です。名前はモーティ。 Saving all my life for you, just live with you. One day I'm longing for your words, the truth of heart of you.僕はモーティ・スミス。じいちゃんの助手で冒険のパートナーだ。